引き続き後半ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの岡山大学の研究をして、はい、マニモの調査、もちろん岡山大学はラドンのものすごい研究をそういう研究をしました。そしたらいろんなそのホルモンですね、喜びのホルモンですね、ベータエンドルフィンとかメチオニンというか幸せホルモン、はい、増えてきて、まあ、いいことばっかりいっぱい出てる、はい、まあ、そんなことでですね、それをアメリカのワシントンで1994年の秋、それからサンフランシスコ95年、実はマイオンプレートが出てきた、これは大問題で進んでる、そういうことで DNA 集がない、大昔のマラ少しでも危険だと、これ違うんだこのエロンプレス、それで1996年もう一遍ワシントンに締めようやろうと、もう一遍ワシントンでやったら、そこでエロンプレスとアイネン提言で世界一の分子生物学の研究者、その2名の連名で活性酸素との戦い、それは自然放射線の1000万倍のレベルでなされている活性酸素のアタック、それとの戦いで我々の体ができている、何億年の訓練がなされている、何が放射線だと、冗談じゃない、活性酸素との戦いで我々の細胞は1日にパーセルパーデイと言われる一つの細胞あたり1日に100万件の DNA 修復がなされて、一回壊れてまた修復壊れて修復して、はい、その100万件1日に細胞が大、はい、それぐらいその DNA を修復、はい、DNA を守ってて、それが生きるということそのままなんだ、はい、DNA が傷ついて修復するというのはもう当たり前に日常生活の中に存在しているということですよね、はい、それが全て、はい、生命の、はい、それがマイロントリコブルの概念で、名論文と言われて、大論文が出た。で、それが、まあ、ワシントンのある大変な家がありましたね。ノーチラス号で原子力を始めた時も、オークリッジから若いから20代の頃に、まあ、リコーバーって言って、海軍帝国が、はい、まあ、ノーチラス号っていう名称して作り専門家一人を送りた夜やだって、ワシントンで呼ばれたのがテオドール・ロックウェルという、その人の家で、これは本当の問題で、これは甘い。で、その大甘いが始まって、最後の大戦に行ったり、そしてセビリア海軍が1994、1996とアメリカのエンサンプライの報告ばっかりさせられて、動物実験の結果こうだったとか、もうエキサイティングにアメリカに楽しんで、そしてセビエが1997年セビエに、そしてアイシアリと激闘です。で、何が結びの日にDNA の修復はどのぐらいなされているか、どれぐらいの放射線を体に当てたら DNA が参ったというのか、その限界を追求しようと、結びの日だと線量率と言いまして、ミリシーベルパーアワー、時間に何ミリシーベル、どれだけの時間にどれだけの、そういう単位で整理しようと分かったと、やり出したのがモーリス・チュリアンだった、フランス医科学アカデミーの親分、それがフランスが EU に呼びかけて徹底的にやろうと、そして占領率をいろいろ上げていって、どの辺になったら DNA は参ったという、実はモーリス・チュリアンは非常にたくさん上げていったんだけれども、限界をつかむことはできない、DNA はいかに強いか、うん、
その凄さを知った。で彼は10ミリシーベルトパワーまではやっていった。エクセントかガンマ線。10ミリシーベルトパワーは1時間10ミリシーベルト、約自然放射線10万倍です。そこまで上げるのに大変な苦労してやっていって、データを取っていったときの DNA は平チャラなんだよな。はい、この平チャラには恐れ入って。で、それをダブリンでスピーチしたときに、私は感動しちゃいました。だから、その限界なんかは分かるもんか。DNA の凄さっていうものを。そしたら今度は、アメリカが今度半端じゃないんですよ。アメリカが、じゃあ俺たちも日本は動物でやって、フランスのシビアなんかその程度やった。じゃあその上を行こうというのはアメリカの負けん気ですからね。もう1998年からアメリカの上院議員が叫んで、日本は動物でやって大騒ぎしてる。じゃあアメリカは DNA でやろう。DNA を相手に徹底的にやる。そして立ち上がったのがロカス・チェイス・キャンサーセンター。ものすごいその歴史のあるがん研究センター。そこがまず立ち上がって、すごい放射線レベル、線量率ものすごいんですよ。それで DNA どうなるかってやりたい。それが私は全然その結果なんか知るわけもない、能力なかった、知らないですね。そしたら P なしって言って、学者はプロなしって言うんですから、 PNA ですとか、アメリカの科学アカデミーの報告書っていうのを P なしって言うんですね、はい、その世界トップの科学的なものが全部出るんですから。それに何が出たかというと、ホークチェイスキャンサー、フィラデルフィアの歴史的ながんセンターがものすごいレベルで世界的なデータをまず集めた。それは自分たちもやった。何やったかというと、大体マウスとかそういう動物の一番若い細胞、放射線に弱いんです。本当に弱い若い細胞。だから一番若い細胞で手っ取り早いのは制限細胞、精子を作る細胞。もう本当に弱い。それを元にしてデータを整理した。そして発表したことはなんと、自然放射線の300万倍、その辺に DNA のパラダイスがあることを発見したという。パラダイスのパラダイス、それは何かというと、 DNA の異常発生が最も低い、そういう線量率領域を我らが発見した。こういう論文がこの中に出ちゃって、私はもう本当に驚いて、それは何事であるか。連邦社長の300万倍あたり DNA 一番嬉しい、異常が一番発生しにくい線量率レベルを我ら発見したい。それを彼ら名前を付けた MMDR、 ミニマルミュータビリティゾーンレイトビジョンと言いまして、ミュータビリティミューテーションって異常発生、突然変異の発生、ミューテーション、突然変異の発生率が一番低くなる放射線の線量率領域を我ら発見した。それがなんと自然放射線で300万倍、でそれが上限が600万倍。この辺までは DNA は平チャラで全く大喜びみたいなデータ、なんだこれ、あきれちゃったの。福島で見られているような、あ、私は全く足元にも良くないような低さですよね。マンという手が違うですよね。めちゃくちゃ違う。だからそれを我ら発見したい、 MMDR の発見、これがこの夏に出たのですから、これは一体日本の専門家に聞いたんです。読みまくってインターネットでしょ、私は、ね、一生懸命読むので、ね、難しい論文だな。その日本の専門家にこれを聞いたら、めちゃくちゃ書いてるから、あの論文はゴミ箱捨てたよ、はあ、読むべきものじゃない、
何そんなものを俺読んでるんじゃなくて、ところがですよ、世界最高の学術のラジオロジーというんですけど、放射線医学、そのラジオロジーの2009年にそのアルフェルト・クミッツォの構成が出られる発表した人の論文が一番大事な参考文献です。そのラジオロジーでそれをもう一回繰り返して世界でみんな分かってくれ伝えてるんですよ。ラジオロジーです。結果100万倍、100万倍、うん、それどういうことかと分からなくなってきてますけど、まあ別の言い方すれば、そのラジオロジーを出た言葉、クムッツォの言葉を借りて言えば、我々生命体の歴史は地球の歴史、大体一番生命のマルチサイクルとして、まあ8億年前、10億年前かもしれない。その頃はあっちこっちで火山が発生して、猛烈な放射線レベルであったかもしれない。それに適合して我々はできているのか。もしかすると、どっかの星、火星かもしれない。その辺に放射線レベルが高い星がある。そこから地球に引っ越してきたのが我々は生命体かもしれない。ね、そういう驚くべき推論、そこに持ってきてもう一つあるよというのが、実は我々の体にものすごい放射線レベルの高いものが細胞の中にあるということを、皆さん内部被曝どころか細胞内被曝はカリウムなんですよ。カリウム、普通のカリウムなんです。カリウムでいいよって食べまくる、それは細胞の中にじゃんじゃんいくんですよ。カリウム大好き、細胞君はカリウムを取り込む。でカリウムには微量なんですけども、カリウム40というベータ数、結構強いベータ数です。130万電子ボルト、相当強いベータ数です。それを出してるんです。それを細胞の中に取り込んで一生懸命、でそれ何やってるか、カリウムから出るベータ線は、かなり強いベータ線があるんで、DNA を刺激する最も都合のいいのはベータ線です。アルファ線っていうのは爆弾ですよね。もう原子の原子がずっとガーッと壊して、また作って、落とすで、また再現して、なって、ここですごいな、元気になるわ。ラドン線の後ろだ。ラドンっていうのはアルファだ。それは一つの活性化の仕方なんです。ドカンとしてアポトーシスで新細胞を作るか若返りだ。けどベータ線っていうのは本当に刺激、ベータ線っていうのは電子です、エレクトロンです。それが飛び込んでくるんですね、細胞が。で DNA 刺激して、おい元気だねって。なんでかっていうと DNA はものすごい能力を持ってます。あらゆる状態を診断します。人間のその医学に対して桁違いの何万倍の能力でこの人間の状況を診断する。それどうしたらいいか全部治療の方法もしてるんです。そして勝手にやり始める。ところがです、 DNA は一番大好きなのが居眠りなんです。居眠り大好きなんです。 97% 眠りしてこれはですね、刺激してようやく気がついて、俺仕事あった分かりやすい方です。そうです、俺仕事があった。そして診断して治療をやってくれる。その刺激は何だ、温度の刺激になる。しかし一番調子のいいものが放射線だ。放射線はその DNA 刺激する一番調子のいいものだ。だから DNA は放射線大好きというのがわーっと、放射線が大好き、健康にいいわ。そうです、猛烈好きなんです。で DNA は放射線を受けると、そういえば仕事あったなと目を覚ます。それが私のもう結論、なぜ SOD 活性酸素やっつけるコースが受けるか、なぜ膜の透過性が良くなるか、その大元は DNA が
要素増していくのばかりやる。だから DNA っていうのはやっぱり放射線を受けると仕事やるんだから、うん、その結果調子のいいデータばかり見て、まあ分かんなくて喜んだって国際的に生き物になっちゃった。こういうそのドラマをようやく知った DNA も生健保 DNA が放射線に刺激されて仕事をやりだすと。それは私のもういろんな部分の結論です。すごいっていう意味ですごさをしかし一番特徴は居眠りだったりする仕事しない怠けるその人放射線を当てるとようやく自分の仕事を思い出すというのは今日のお話のメインです。なるほど、怠けもだぞとやっていいね。はい、それに刺激して 97% は、はい、仕事しない怠けも放射線当てるとようやく目を覚ます。放射線が無知みたいなもんですね。当たるね。そうです。そういう話がこうなかなか広まらないっていうのはやっぱりそれを阻む力がある。大勢力がいうことですね。世界に大勢力があります。社会的に大勢力があるんですね。それにそのインド人モハントスは放射線議員連盟が昨年ですね、はい、事件がありましたでしょう。ないと、はい、自殺まで出てると、はい、冗談じゃないよと、うん、その維新の会の西田有塾ですか、38歳の若者が冗談じゃないと予算委員会でね、ぶったんですね。ありましたね。で、はい、西田は若者のくせに言い過ぎだ、西田守れ、それから放射線議員連盟ができて、じゃあ一番すごいよって言われて、じゃあインド人だと、本物だ、それのファンドス、フィラデルフィアに、そしたら何だと一度分かったのが、サリーという組織、SARI、サイエンティスト・フォー・アキュレーター・ラディエーション・コレーション、正確な放射線情報に対する科学者の集まりというのがアメリカにできました。ああ、サリー。その中心メンバー。できたばっかなんですね。できてまだ2年。あ、でその中の一番元気者がインドの半島というのは一番南の先っちょが本格点ってね、はい、下にずっと三角形、その一番南の端にタミルナズっていうところで放射線レベルが高いところ、そこで生まれた男がモハンドスだ。あ、でインド人っていうのはヒンズー教っていうのはですね、本当のこと言うぞ、女性を殺すのは殺してくれて、そのモハンドスが最適にいい世界に来る。甘い散らして帰ってきました。これは本当にすごかったです。で日本をもっと激しく叫べ、そして世界をリードしてくれと彼は叫んで帰ってきました。それは責任者が来ます。しかしこのサリという組織はアメリカで一種の革命運動を始めています。サイエンティストアクレイトラデーション、正しい放射線知識のための科学者同盟です。もちろん政治ですぐ「こいつだお前は正しい」って言えるものではないんです。でもフィラデルフィアでまだ立ち上がって若いです、ね、本物の組織です。それの中心にモハンドスがいた、こうしてされた。それをどういうことか私調べましたら、京都財団が支援している稲森さん、札が見つけてるなと、日本が支援してるとなりました。これはドラマになってきたなと。いよいよ今年10月にどれぐらいのことを世界に国際会議ですね、どれぐらいの引き金を引くことができるか、これで世界にひっくり返すとか入るとか、そんな力日本にあると思えない。私はしかし叫びを上げる10月に思っている、まあ、そんな状況で、まあ、日本に近いのか、ね、はい、ごく大きなテーマがあってきました、ね、はい、これは福島の事故です。それが原因で大阪に、うん、その豆太郎が西田有塾です。38歳ですね、はい、まあ、福島の人を救うためにも正しい大阪についてのどんどん自殺してる、死んでる、はい、
冗談じゃないよ、あの波が大気だ、あと決定性の強制連行ですね、うん、全く必要がないのに無理やりに連行してるんです、ね、そうです、全く殺人です、殺人です、人を殺す権利どこにあるんだって言ってんだな、そういう事件が、はい、神が日本に叫びをあげろと、はい、やったのかっていうことだと思います、はい、そういうことで、はい、この感じが、はい、ありがとうございます、まあ、いろいろと会場でも、そうですね、ちょっと今日は初めてじゃないですか、二人、静かでした先生のパワーにも押されちゃいましたけど大変してるんですけど、先生おいくつなんですか。80歳おお、すごいパワーですね。やっぱりクソベと申しますので、年取る必要がない。すごいですね。もう自分も圧倒されてました。ほとんど喋れなかったですけど。で、当初は後半もずっと質問かなと思ったんですけども、もう先生全力で喋っちゃってる。もう全然全然あれなんですけども、もし質問ある方がおられましたら、どうぞ。いますか？おられます？ぜひ。いいですか。あ、どうぞ。はい、3年ぐらい前に世田谷のある老人宅でなんか見つかりましたね。なんかあれは一体何だったんですか。ラジウムが縁の下にあった。はい、あ、そうですね。で、それ今どうしちゃったんですか。それあれ取り払ったんじゃないですか。で、ああいうのを私も置きたいんですけど置きたいんだけど穴見つかったら取り払っちゃいますよね。で、あれどこから買ってくるとかそういうことはできるんですか。いや、どうやって手に入れたのか。あのおばあさんが結構ね、上に住んでた。健康だったんですね、要は。あ、そうです。買いたいんですけど。あれ、取り払っちゃったらおばあさん取り取っちゃいますよ。だから、買いたいんですよ。どっかで買うところあるんですかね。すごい自宅で、確かに。え、なおさら家の下に置いそうよ。いいかなと思ったんですよ。それを皆さん。恋を宝かけて。あ、そうですか、わかりました。それを法律、いろんなことを見直せ。違反になっちゃうんですか、なんか。あ、違反ですよ。もちろん。だから放射線は怖いっていうことで、放射線怖い、少しでも良くないと日本は批准してますから、それから根本的に変えろと、もうどうか叫んで、冗談じゃない、あれを批准して、あれで法体験にしてくる、どうも日本もそれやってくる、お間違いだーって叫んで帰ってくる。お間違いがいろいろなされてます。あ、そうですね。まあ、お間違いを指摘するこの坂田さんの私、こういうので、たくさん指摘してるぞ、勉強をしながら。いいね、とってもありがとうございます。はい、じゃあ他にもう時間がないんで。はい、どうぞ。あと、じゃあ、すみません。何ですか、お二人。おられますか。はい。買わせていただいて、読ませていただいたんですけど、読めば読むほど頭の中が混乱しました。昔からその例えばレントゲン、妊婦はちょっととかいろいろこう言われてきたんですけれども、結局じゃあそれも、まあ、ある意味間違いということ。大間違いです。じゃあ妊婦も別にレントゲン取ったり、例えば頭のあれを取ったりとか、MRI 取ったりとか、別に全然構わない。そんなレベルで、そうめちゃくちゃやってません。きちんとしたことをやってるだけです。実際の問題なのは申し上げました。すごい高いレベルです。そんなレベルでちょっとやってみてもらいます。この本の中に原発と今回の原発のことを書かれてたんですけれども、原発のその放射能ってのはめちゃくちゃです。0.1 秒で自然放射能の10億倍ですから。10億倍ですよ。それわずか 0.1 秒でドカンって、これもめちゃくちゃです。だからあれ直撃受けた人は大変です。でもその瞬間をかわして、翌日からお見舞いに行った人たちはみんな長生きしてますよ。だからあの瞬間を下がった人は大変だ。福島ではよく除染除染って騒いでますけど、広島も長崎も除染なんかしたことないのに、こう普通にこう言ってますよね。あ、いいですか。はい、私の父は原爆の
1キロ広島なんです。で、あの1キロ以内にいまして、で、あの本当に、で、あの戦後、まあ、あの再婚というか結婚して、まあ我々が生まれたんですが、あの父はもう殺しても死なないようなすごい、あの90いくつまで行きましたし、で我々あのお兄ちゃんお姉ちゃんたちも異常に若いです。あの同年代の人たちすごい元気です。でもあの実際言われてるのは、だからあのあれですよね、あの原爆はすごく、あのなんていうんですか、あの亡くなった方たちもたくさんいらっしゃる。なんか自分的にはずっとあの言われている、世間で言われていて、まあ逆に差別も受けていたらしいんですが、まあ自分は全然感じなかったんですが、あの逆じゃないって、あの逆に受けてなんか元気になっちゃったんじゃないって思っていたんですが、そうです、天才 DNA です。 DNA が活性化してるんですよ。はい、あのもう本当に爆心地の1キロ以内にいて、でまああの助かったんですが、 DNA が刺激されて大いに頑張ったんですね。素晴らしいですね。はい、あのそれをどのこのとめちゃくちゃな別の法律で騒いでって、そこが大間違いです。デタラメとしか言えないです。でもやっぱりあの原爆自体は浴びるとあれなんです。その瞬間はさっき言いましたけど、中国は白くなる。だからその瞬間を浴びた人は大変なことがある。直撃したい。でもずっと直撃してるんですか。いや、それはコンクリートの建物の陰にいたとか、そういうことなんですね。原爆で亡くなった一番大きい理由はやっぱり熱線なんです。うん、直接のものすごい、まあ、そういうことですね。はい、熱線でやられたっていうのがもう第一ですね。あとはまあその爆破によるまあいろんな建物、まあ、倒壊したりとか、火災とかですね。はい、そういうことですよね。で、だから放射能ではない、まあ直接ではないんじゃないのかなと、うんうん、おっしゃる通りです、うん、と思っていたんですが、まあ、あのお話、そういう説を、ね、おっしゃられる方は初めてお聞きして、そんな本当なんか使いが、胸の使いが多い、ね、すっとしたような気持ちです。はい、いやいや、あの自分が体現してますので、体現、親も科学的にそれはもう表現されてるんですよ。原爆の恐ろしい、まあ、その被害を受けて体がこうドロドロになった人とかですね、よく写真があるじゃないですか。ああいうのも熱線でなったものを、あたかも放射線のせいでこうなったような印象操作がされてるなとこういうふうに思いますね。もうあれだけ強烈な一瞬の熱を浴びれば、まあ、当然ああいうふうになるわけですけど、それを放射線が運動っていうのにどうしても結びつけた人たちがそういう写真を使っていると、言われてきた膨大な実験データいう本が、いや先生の本ですよ先生がこれに出されると素晴らしい、いうことで、楽しみですね。あの今日質問がすごい多かったんですよ、皆さん。この番組始めて一番多かったですね。逆に言うとまた未知の世界でもあるからですね。で私 も今日先生にすごい圧倒されちゃいましたけど、小崎に最後に、はい、ちょっと待ってください。はい、まあ、今日は本当に服部先生ありがとうございました。あのこうして問題提起を身を挺してですねしていただいていることは本当に、まあ、我々みたいな、まあ、マハゾにとっては非常に心強いことで、その思いをしっかりと受け止めて、政治の場だったりいろんな、まあ、民間の場でもですね、一人一人正
しいことを広げていくということにつながればいいなというふうに思ってますので、ぜひこれからも、まあ、次の本も出されるということなんですね。それを楽しみにしながら、私も一生懸命やっていきたいなと思ってます。保坂さん、はい、本のおかげで、はい、いや自宅でですね、一生懸命何度も読んでるんですけど、ありがとうございます。本当のことを言うぞっていうね、はい、その保坂さん感動しては何度も繊維を引いて読んでます。本当のことを言うぞ、全部言うぞ。その列挙の力はすごいですね。もう恐れ入ります。感心してます。ありがとうございます。はい、いいですか。はい、じゃあ、先生また新刊出たらぜひ出てください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。